谷さん。はい、三振課長さん、例の指令ですか。もうあれの季節ですね。あれの季節ですね。もう出ちゃってますね。もう出ちゃってます。出ちゃってますね。そうですね、はい、出ちゃって。出ちゃってる。三振課長さん、あれって何でしょう。まあ、あそこに聞きに行くか。はい、行ってきます。北海道旭川市のちょっと上にある比布町、農産物はとっても美味しい町である。そんな比布の野菜が旬を迎えると、その魅力を探るためある指令が出されるのであった。やっぱりここここ、ピップの野菜といえばピップ町農協。野菜のこととっても詳しいもんね。すみません、今収穫してる野菜って何ですか。水菜とほうれん草とトマトが始まってます。もうそんなに収穫は始まってるんですね。はい、水菜を作ってる農家さんってどこですか。一区の菅原和夫さんが作っています。菅原さんですね。わかりました。ありがとうございます。行ってみます。はい、失礼します。お疲れ様です。水菜か、ピップは水菜も作ってるんだ。そういえば水菜ってよく食べるけど、どういう風に作ってるのか知らないな。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。すいません、水菜見せてもらっていいですか。はい、どうぞ。すいません。巻き付けがね、はい、5月の2日ですから。収穫始めたのが、はい、と6月の10日過ぎぐらい、はい、水菜ってどういう育て方するんですか。基本的にはあの、はい、ほうれん草とほとんど変わらないです。はい、大体いつぐらいまで収穫できるんですか。秋ですか。水菜を始めたきっかけって何なんですか。一番最初はね、はい、あのほうれん草、もともとはもうほうれん草を作ってましたから、はいはい、ほうれん草作り始めたのが平成元年だから、うん、だからそれがだんだん連作障害がひどくなって、はい、それで当時の部会長さんが連作をその回避するために水菜を間に入れたらどうだっていうことになって、はい、で部会長と私と一番最初に作り始めたのが、それまではほとんど本州がね、はいはい、主だったんですよね。そうなんですね。水菜の美味しい食べ方教えてください。ああ、一番美味しいのはやっぱり、はい、一番手軽なのは生でサラダですか。大根と合わせて、はい、簡単なのね。あとジンギスカンだとか鍋物、はい、だったら、はい、作業してみますか。いいですか。まあ、最初、はい、私借りますんで、はい、こ
これね、膝つかないとできないから、はい、ちょっと汚れるかも。大丈夫です。あ、すごい。こういうふうに買ってね、はい、それを今度スライチで、はい、根元のスライチでハサミで根を切る。なるほど。あとはそのままコンテナに入れます。こんな感じで、こっちを向けてスライチで、手切るんじゃないですか、はい、もっと下、もっと下、もっと下にね、釜を土の中に刺すようにして、はい、そして手前グッと引いて、一株一株丁寧に刈り取るんだ。これは大変な作業だな。こういう苦労があって私たちが美味しく食べることができるのか。感謝感謝だな。刈りたての取りたての水菜です。食べてみます。いいですか？はい、ありがとうございます。いただきます。はい、すみません、今日お世話になりました。あ、いえ、とんでもないです。ありがとうございました。新鮮な水菜、すごく美味しそう。ちょっとつまみ食い。うん、シャキシャキして美味しい。早速水菜料理をいただいちゃいますよ。今日は水菜料理をご馳走しますね。あ、はい、楽しみです。水菜、ナマコ、昆布、豚、卵、ご飯、あこんにちは。まず今日は水菜で美味しい料理をお願いします。どんな水菜料理が食べられるのかな。サラダかな、それとも生野菜かな。それじゃ同じじゃん。丸谷さん、水菜といえば、うん、水菜はビタミン C やベータカロテン、食物繊維や、カリウム、カルシウムなど、ミネラルが豊富に含まれています。へー、あの細身の歯は見た目以上に栄養豊富なんです。これらの栄養素は、肌荒れ防止やアンチエイジング、貧血予防や冷え性にいいんですよ。女性に嬉しい栄養素がたくさんありますので、丸谷さんもぜひ積極的に摂取して栄養を取ってみてください。はい、物知りなんだね。ありがとうございます。どうもありがとう。水菜のベーコンの巻きです。ありがとうございます。美味しそうだね。美味しそうですね。どうぞ。いいんですか。うん、乾杯。乾杯。お疲れ様です。
きます。こちらは水菜のベーコン巻き、炭火でさっと炙ってベーコンの旨味と水菜の相性が抜群、おかずにもおつまみにも良さそう。続いて水菜の生春巻き、水菜とお魚が巻き巻きしてありました。生春巻きって野菜がたくさん取れるので嬉しい、美味しい、大好き。最後はピップのソウルフード岸上ジンギスカンとともに、水菜ももやしもシャキシャキして美味しかった。主役の美味しさを引き立たせる水菜、いろんな食べ方があるんだな。ごちそうさまでした。美味しい水菜料理を堪能、家でも手軽に食べられるのが水菜のいいところ。ピップの水菜は10月まで楽しめます。やっぱりピップっていいな、だってピップなんだもん。おはようございます。おはようございます。今日もピップ町役場放送室からお届けしています。ピップなんだもんシーズン2、ピップのグルメ第3話はピップの水菜でした。旬を迎えた水菜、とても美味しそうでしたね課長。そうですね、いよいよ水菜の出荷の時期が始まってまいりました。どうか美味しい本町の水菜、皆さん召し上がってください。はい、ところで課長、はい、7月10日までピップいちご狩りが開催されますが、いちご狩りのいちごになった気分でお客様に一言お願いします。いちごになった気分ね、皆さん、ケンタロウです。甘くてとっても美味しいです。どうか私を食べてください。以上、ピップのグルメ、次回はどんなお野菜が登場するのでしょうか、楽しみです。これからもピップ町をよろしくお願いします。お願いします。